7月3日、諏訪地区の店舗や施設をすごろくのマスに見立てて歩いて巡る諏訪町リアルすごろくが開催されました。これは豊川市の中心市街地である諏訪地区の活性化を目的に行われているものです。イベントは諏訪ポン商店会と豊川開発ビルが主催していて、今年で4年目を迎えます。当日は天候にも恵まれ、定員の300組を超える参加者が集まりました。今回のリアルすごろくには諏訪地区の52店舗が参加しています。それぞれのお店ではオリジナルの催しで参加者を出迎えます。こちらの注文住宅の工務店であるいとこうでは、神奈川県に挑戦。日頃体験することもできない催しに参加した子どもたちは興奮して取り組んでいました。また今年は新たな企画として18歳以上のカップルで参加できる縁結びすごろくを実施。ひまわり農業協同組合では縁結びすごろく限定の企画、花束作り体験が行われました。今回は既婚者でも参加できるとあって、子どもと一緒に参加している人たちもいましたよ。参加してみてどうですか？楽しかった。なんかいろいろなことがあって楽しかった。疲れたけど、あんまりいつも歩いて商店街なんか歩かないので、いろんなことが分かりました。今年も多くの参加者でにぎわった諏訪町リアルすごろく。主催者によると、とても暑い日となったが、皆さんとても楽しんでいました。今後もこのイベントを続けていきたいですと話していました。カップルもいっぱい参加してるわよ。